アルタフィオルドは、ノルウェーのトロムスオフィンマルク県アルタにあるフィオルドである。3 8トルの長さのフィオルドは、アルタの町が存在する、シュティルノヤ島とセイランド島の南部まで伸びている。2 0 0トルの長さのアルタエルバ川は、アルタの町のフィオルドに注ぐ。ストジャーノヤ島とサイランド島では、フィオルドは2つの海峡に分かれてから、ノルウェー海に出る。 主となるフィヨルドから離れた大きな即死には、ラングフィヨルド、コフィヨルド、コルスフィヨルドなどがある。フィヨルドは歴史的にアルテンフィヨルドとして知られており、20世紀のほとんどを通してイギリスの歴史家によってそのように呼ばれていた。アルタフィヨルドの白夜岩ラ国画フィヨルド沿い、特にジエプマルオクタワンでは、戦死時代に制作された岩ラ国画が、 数多く発見されている。これらは紀元前4200年から紀元前500年頃までに描かれた。ユネスコの世界遺産にも登録されている。第二次世界大戦中、首都なるアルタフィオルドから分岐するコーフィオルドに沿ってドイツ海軍の基地があり、ドイツの戦艦ティルピッツが拠点としていた。イギリス軍はティルピッツを沈めるために1943年9月、 1944年4月、7月、8月、9月において、X-T による攻撃及び航空爆撃を行った。その後、ティルピッツはトロムソに移され、11月の最後の爆撃で沈没した。ありがとうございます。